ブレイクタイム。こんにちは、ロクゼルオリです。背景なくねって思った人、背景変えるんで、変えるというかパワーアップって言ったらいいと思うんですけれど、前の背景を残しつつやっていくんで大丈夫ですよ。はい、また背景変えるのよ。背景変えるの早くね。やば、そういうの無理だわっていう人、高評価チャンネル登録お願いします。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、しません。というわけでクソみたいなジャパンは置いといて、今回はですね、僕ね、横浜に行ってきたんですよ。横浜ですね、に行ってきたんですけど、その時に買いました、こちら、IKEA のハサミとフライングタイガーのハサミ。どっちの方が切れ味がいいのか、ショート判断の切れ味。 IKEA のハサミから、ここにね、 IKEA って書いてあるの分かるかな。分かるよね。こんな感じでボコボコってなってて盛り上がってるとこに IKEA って書いてあります。で、黄色ハサミで、持ちやすさはね、なんていうか、このハサミの付け根があるじゃないですか。わかる。ここの付け根っていうか、クロスしてる金具っていうのを止めてるところ、ここがね、普通はこれ持つところに対してここら辺にあるじゃないですか。なんでちょっと開くのが変な感覚するかなって感じで、もこのこう閉じて閉じたり開けたりする感覚はなんか切れ味が良さそうですね。で、続いてこちらのフライング大会のワニのなんかですね、はい、じゃあこのシール剥がしましょうか。綺麗に剥がせる、あ、綺麗に無事剥がせました。でですね、こちらですね、はい、なんで指パチンしたかわかんないけど、足、尻尾、顔というね、素晴らしい構成でね、可愛いワニタンというものがね、あるんですけれども、こちらね、ペンみたいな形してますよね。筆箱にスーって入る、こんなでけえの筆箱にガチって入らないですよ。入るは入るけど、ガサバリよね。ですけど、これもスーってやって、もうスマートに、スマートな筆箱を仕上げることができるんでいます。これよ、何点があって、このキャップがね、どうすればいいかこれをなくしちゃったらもうアウトでしょ。止められないんだから、このままシュッて入れても、ここが何点かなっていう、まあ2ステップなんで、そこで変わりはないかなって思うんですよ。 IKEA の方はハサミ使いたいな、チョキチョキなんですけど、こっちは外してチョキチョキなんで。でもね、こういう掴める心地はどうなんだろう。さっきみたいにこういう指がホールドっていうか、ガッチリガッチリここの囲まれてないんで、ここつまむだけなんですけど、まあいいでしょう。持ちやすさ的にはこっちの方分かってるんじゃないかなと思います。まあ勝負だ。というわけで、勝負は切れ味、切りやすさ、そして持ちやすさの3つで3本勝負いきましょう。持ちやすさ、 IKEA の方から、持ち方は僕と違うよって言うのは大丈夫です、人それぞれなんで。もうこう持ちます、こう、うん、星5点中何点か決めよう。さてフライングタイガー、フライングタイガーね、略してフラタイとかね、格好つけてるんですけど、あー、ちょっと待って、さっき持ち合わせ的にこっちの方がいいって言ったけど、意外とつまんだ方がやりやすいかもしれない。いやー、やばい、4点ですね。第1回戦目は3対4でこっちの勝ちです。1ポイント獲得。紙を持ってきたね。切れ味と切りやすさ、切りやすさからやっていきましょう。早速 IKEA の方からいきます。ちょっとピンボケー、ピントくんあっていくよ。あ、ちょっと待って、はい、切りやすさ的には惜しい、やっぱ3ですね。続いてワニちゃんから、3が続いてる。
外と。というわけでこちら3ポイント、こちら2ポイント、というわけでイケアの勝ち。最後は切れ味、さっきの紙を使います。このボロボロになっちゃったね。じゃあイケアの方から一切り目。おお、星3ですね。ワニちゃん、いつもはね、こうなんかスパスパ切れんだよね。星4ですね。今回のグランプリ戦勝者は、ドルルル、あ、ちょっと待って、キャプチューでなかった。ちょちょちょ、というわけで今回の切れ、あ、いや、ハサミ勝負は、ハサミ勝負は、ドルル、あ、ブン、あ、真剣にいきます。ドルルブン、お惣菜です。いや、なんのピスタチオ最近見なかった。はい、つまんないよ。というわけで勝者はドルルブン、コレクターゲーのワニちゃんハサミです。こっちの方がイケアって感じだって、かっこいいし、ビジュアル的にもね、こっちの方が絶対的に勝つよって思ってたんですけど、意外とこっちの方が切れ味とかが良くて、なんていうの、サーって切れるんだよね。こっちはなんか若干引っかかりがある、グーみたいな。いやー、まさかの結末になりました。というわけで皆さんもぜひこちら2つともいい賞金だったので、ほぼ互角でしたね。次回で動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さんもぜひこちら買ってみて。壁紙を変えるのが多すぎると思います。